はい、本日はですね、ユニクロのマウンテンパーカーとノースフェイスのマウンテンパーカーを比較していきたいなというふうに思います。ということでね、こちらの比較動画というのは比較的人気があるんですね。ちょっと最初からやっちまいましたけども、まあ、だから動画を作ろうというのもそうなんですけども、それ以外にやったらね、これ見ていただいてる方も多くてね、やっぱりノースフェイスとか、まあ、パタゴニアとかアークテリクスとかの商品持ってはったり、これから買おうと思ってはる方が多いと思うんですけども、奥さんとか彼女さんとかお母さんとかに聞かれません？あんたなんでそんな高いの買うのと。で、高いの何がええのって言われてもね、ギクでしょ。ちょっとこれ以上はなんて言ったらいいんやろな。ロゴはまあちゃうよな。まあ分からんけど高いやつがええねんと、タクソーがなんか言ってたわっていうところじゃなくてね、いや俺これこうこうこうやから俺こんな高いの買うねん、いやむしろ高い方がいいやろって言えるようになればね、奥さんもね、ああまあほんなら1億買っといたらとかね、 おかんもね、ああほんならじゃあ買ったるわって言うかもしれないじゃないですか。だからこれ説得の時に使ってくださいと。ちなみにこちらの皆さんから見て右側かな、右側にあるのがこちらがユニクロのマウンテンパーカー、ちなみにユニクロ U の新作でございます。そして対してこっちにあるノースフェイスのラオジャケットことマウンテンパーカー最強ジャケットになっております。で、ね、先にお値段言います。お値段の違いがね、このユニクロの方が1万2000円ぐらい、まあまあ比較的リーズナブルですよね。対してこっちの方は5倍の5万5000円ノースフェイスすると5着も買えちゃうんですよと。大体ね、こんなそれ相応の言い訳作らんと買えませんよねなんて言ったりしてるので、今日はねこの動画を見てもらって、あこういうところが違うね、だから俺はノースフェイスがいいんだとかね、だから俺はユニクロでいいんだっていうのをね、見てもらえればいいかなと思いますので、本日の流れとしてはですね、まあ、まずはですね、それぞれの用途、ユニクロの用途はこうやって作られてますよ、そしてノースフェイスの用途はこうやって作られてますよ、で対してじゃあどういう違いがあるのと、その用途は分かったけども俺らに違いは何があるんですかっていう話をさせていただいて、その時に総合的に見て、僕から見てね、ありかなしかっていうところね話をさせていただいて、その次に例えばユニクロが微妙やなと思った方は代替品としてね、これ代替品でめちゃくちゃいいんちゃいますかいう話をして終わりにしたいなと思いますので、その順番でいきます。まあ、まずはですね、用途としてはどういう用途があるの。まずはユニクロの方の用途、こちらの用途はですね、基本的にはまあ街着、そして軽いアウトドアはできますよなんて言って作られております。まあ一回着用してみましょうか。まあ、こんな感じでね、ユニクロ U の新作です。もう先買ってきたばっかりでございます。こうパリパリしてるような生地感で、こう張り腰のあるような生地感ですね。でオーバーに着る感じやから、ちょっとダボっとして、こういう感じでね、スタイリッシュな着こなしもできるんじゃないかっていうのが、まずはこれユニクロのオーバーマウンテンパーカー的な名前でした。こんなね、ユニクロ U の新作ですわーってこうやって貼ってますけども、こんな感じ。これまあパッて見たらわかるけども、そんなに裏生地になんか貼ってたりするわけではないんですよね。これ表と裏生地の違いが、まあそんなにないかなっていうようなマウンテンパーカーになっております。対してノースフェイスの方はですね、これは一応まあマウンテンジャケットっていうぐらいやから、結構なんていうのな、その登山とか本格的なキャンプとかそういうところでも使える、もちろん釣りでも使えたりするってことで、めちゃくちゃ本格的なアウトドアシーンからもう街中まで使える用途の広さで、まあユニクロに関してはこの広さがもうちょっと狭いかなっていうところでね、まずは用途がそれいう違いがあります。だからまあノースフェイスの方のジャケットのサイズ感ってそんなオーバーでもないし、でも大してそんなにちっちゃく作られてるわけでもない、まあ普通のサイズ感、動くこともできるし、まあ私服で着るようなこともできるというようなサイズ感の違いですね。はい、じゃあまずこれで用途分かりましたね。ユニクロの方はもうちょっとまあ街だけしか使えへん、いや俺でも趣味あるやんかって奥さんに言ってくださいね。奥さんに俺趣味あるやん、だから街で着るのだけじゃなくて、やっぱりその街以外の趣味でも着たいんだっていうところでまず説得ね。そしてその次の違いとしてはですね、まあ、ここが大きく変わってくるんですけども、どういう違いがあるのって、でも明確に言うのって結構難しいじゃないですか。なんとなくそれは違うでしょうとは思うけども、ここが大きく違うんだよっていうところがあるんですけど、まずその前に同じとこ行きましょう。同じとこは何が同じなんていうと、このユニクロのジャケットありますよね、これ実は撥水の加工があるんですね。撥水って、まあ、水を弾くと書いて撥水って言うんですけども、じゃあどんな感じか、たまたまこんなとこに水があったんですね、いいねってことで、ピュッ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 ってやっていくと、確かに水弾いてますよね。あ、水弾いてる弾いてる、あなるほどねということがあって、もちろんノースフェイスの方も水弾いてるよね、確か水弾いてますねということで、同じような撥水の機能はあるんですけども、この撥水の機能もうすぐになくなります。はっきり言っても1年ぐらい経ったら、あくまで加工なので、上から加工してるだけやから、その、まあ、薄く見えへん膜みたいなのがどんどん取れていくんですね。だから撥水っていうのはジーパンで撥水してるやつも最近あったりするんやけども、洗ったら取れるんですよ。だからあんまり撥水を売りにしてるのっていうのは、正直まあいずれなくなるというところで、まあ同じように撥水
水はあるんですけども、これに関してはね、ノースフェイスに関してはもう 3,4 年着てるんですけど、撥水の加工を後からつけてます。だから洗濯するときにねつけたりもできるので、まあそれはね、あの家庭用の洗濯機とかで全然できるんで、まあそれはおいおいとかで喋るとして、まあそういった撥水の機能は同じでも、こっから変わってくるのが何っていうと、防水の機能があるかないか、これがでかいんですよね。めちゃくちゃでかいということで、こんな多少の小雨やったら撥水、水が弾いてるのはわかると。でも大雨でもう台風みたいなベチャベチャの時の雨ってあるじゃないですか。そんな時なんかはですね、このユニクロの方はもう水が通しちゃうんですよね。マウンテンパーカーって水搭載のちゃうんと思いがちなんですけども、これ撥水はあくまで多少の水、大雨の方はもう全然アウトですよと。だから防水と言うてないんですけども、それがまず一つ目の大きな違いですね。で、対しじゃあノースフェイスの方はどうなんて言ったら、どんな台風が来ても濡れません。それぐらい嵐でも服が濡れない、そして中のものが全く濡れないっていうのがこのノースフェイスの方のマウンテンパーカーで、それ以外にはどんな特徴があるのというとですね、マウンテンパーカーってこう風通さへんイメージあるよねなんて、あ、確かにあるある、ほなユニクロの方も通さへんの、それ通すやないかい、完全に風通すやないかいと。まあ完全に通すかどうかは分からんけども、まあ、風が暴風とは言われてないんですよね。で、暴風の試験っていうのは実は日本の衣服界みたいなところであってですね、で、ある一定の基準の数値をクリアしやんと暴風って言えないんですよ。でもこれに関しては暴風って歌ってないので、そういう数値は通ってないと。まあそこからどんなことが分かるかというと、例えばキャンプとか、あとまあ釣りとかしてたりしたら、やっぱ風ってもろに受けますよね。で、そんな時なんかってやっぱり疲れやすいんですよね。で、風を受けて疲れやすいって言っても、あんまりピンとこうへんって方いらっしゃると思うんですけど、まあ分かりやすく言うとね、車とバイクなんですよ。で、車とバイクってね、同じスピードで60でピューって走っててもね、1時間走ってどっちの方が疲れましたかって言ったら、なんかしかのバイクの方が疲れるんですね。まあまず振動が手に伝わるのもそうやねんけど、それ以上に風が伝わってるっていうところで疲労感めっちゃ増すんですよ。だから人間ってあんま風を受けん方がね楽なんですけど、まあ家とかもそうじゃないですか。こう屋根だけある家であんまなくて、こうしっかり囲われてね、風を通さんようにしてると思うんですけど、それと同じで風が通るってことは結構疲れやすいよというところで、アウトドアで使うにはちょっとどうなんかなっていうところで、こっちのノースフェイスは暴風なんです。だから完全に風も通さへんし、水も通さへん。なので釣りやってる時、例えばこう船出て釣りやる人もいてるはるじゃないですか。こうリースっていうかレンタルするんかな。ほんでちょっと船長、今日はキスおるとこまで連れてってくださいよとかね、あとブリおるとこまで連れてってくださいよなんて言って、こう荒波に揉まれながら行くみたいな時でもね、これ着とけばもう全く濡れることもないし、風も通さへんと。でも対してこのユニクロの方も機能性いいからって言って着ていくと、しっかり濡れちゃうし、そして風も通し、なんか疲れてくると。それがまず大きな違い。そしてもう一個ね、違いがあって、これ何が違うのっていうとね、糖質性っていうのもあるんですよね。で、糖質性も難しい話やめてくださいと、これもっと簡単に言ってくださいってことなんですけど、まあ、分かりやすく言うとね、ちょっと運動とかしてたりしたらね、こう暑なってきたりとかするじゃないですか。で、そういう時とかにね、こういうジャケット着てたら蒸れるでしょ。で、その蒸れてくるんやけども、このノースフェイスの方に関してはその熱の蒸れっていうのはですね、しっかり外に逃げていくんですよ。だから着ててもそんなに不快感ってないんですけども、対してこのユニクロの方はですね、風通すわ、水通すわ、そして蒸れますのというところで、こう一般的に風を通すってことは中の熱も逃げしてくれるんかなと思ったら、なんかしないけど、これこもるんですよね。で、まあこもる理由としてはですね、こう熱を通す服のね、ちっちゃい穴みたいなのがあるんですよ。で、そのちっちゃい穴みたいなのがこっちのノースフェイスの方にもあるんやけども、このユニクロの方にはそんなのがないんですよね。だから普通の生地とピュってピューンってなっちゃってて、まあもちろん隙間とかは若干あるんやけども、その熱を通すような穴っていうのがないんですよ。で、穴というとですね、ノースフェイスの穴開いてるのと、穴開いてて水通さんのと、わけわからんわっていうことになってくるんですけど、ご安心ください。穴というとめちゃくちゃちっちゃい穴、もう目には見えへんような穴が何兆個ってあるんですよ。だからそれはもう目に見えないのでご安心していただければいいし、なんやったら水も通さへんぐらいの穴やから、めちゃくちゃちっちゃいんですよね。だからそれがこのノースフェイスの方にはある。まあそれがね、別にノースフェイスっていうわけじゃなくて、ゴアテックスにはあるんですよね。で、その辺が最大の特徴として変わってきます。だから、まとめますと、まずは水を通さない、そして風も通さないやけど熱気は通してくれる。これがもう大きな違いになってると。まあこれゴアテックスの説明みたいになっちゃいましたけどね。まあそれが値段の違いになってくると。で、さらに総合的な評価で見るとね、僕このユニクロのジャケットはね、結構人気あるみたいで、あ、そうなんやと思って買わせてもらったんですけども、ちょっと正直言うとなしかなと思っております。で、なんでなしなんかというと、まあ性能がそんなに良くないっていうのは、別にまあ値段的にはしゃあないじゃないですか。だから別にそれはいいんですけど、このね、裏側とかにね、シームテープ使ってるんですよ。で、このシームテープ使っちゃうとね、やっぱり剥がれてきたりするからね、それありきでアウトドアメーカーも作ってるんですけども、ユニクロはね、そんな別に修理とかないじゃないですか。だからこうシームテープ使っちゃうとね、修理がどうしても必要になってくるんで、それやったらね、もうこんなテープ使わんとね、もう割り切っちゃってね、もう濡れますと。で、風も通します。やけどもその劣化しづらいっていう方に振り切っちゃった方がね、良かったんかなって思ったりするんですけど、各所にシームテープが使われ
われてるんですよ。だこのテープってねやっぱ剥がれてくるんですよね。やったら修理対応いりませんかと。でアウトドアメーカーでねもちろんテープもそういうの使ってるんですけど修理があるんですよね。そやからそういうアフターフォローまである。だから言い方悪くすると売りっぱなしというかこう打った後は知りませんというような感じに見えちゃうんですよ。だから総合的に見るとねちょっとムムな感じするよねと。じゃあ代替品どういう代替品ありますかと。で値段もね1万2000円とかやからねそんなあんま変わらんぐらいで代替品探してくださいねなんて言われたりすると思うんですけど、そういう方にはね僕はよくお勧めしてるんですけど、全く同じ機能、さっきノースフェイスのすごい機能ありましたよね、防風防水透湿っていうすごい機能があったんやけど、同じ機能を兼ね備えてる1万円台のジャケットあります。そう、それがこちらモンベルのレインダンサージャケット。これなんかモンベルの回しもんみたいになってきてますけどね、別にこれモンベルじゃなくてもいいねんやけど、これ値段がね1万6000円か7000円で、そのゴアテックスというさっき言った生地ですよね、そのちっちゃい穴の生地、それ使ってて一番安いの多分今おそらくこれなんですよ、日本にある中で。だからまあいいかなというところで、値段の価格帯的にもですね正直3,000〜4,000円とか3,000円ぐらいしか変わらへんのに、そんだけ機能大きく変わってくるんやったら、まあ、代替品としてはね同じ12,000〜13,000円と16,000円台の1万円台として考えた時に、まあありなんかなというところでご紹介させていただきました。まあ、あの見た目のね好みとかはもちろんあると思うので、いや微妙やなっていう方もいらっしゃるかもしれないけど、性能だけで考えたらね、あのこういう代替品がありますというところでお話をさせていただきました。だからあのこれからね奥さんとかにね、あのお母ちゃんとかにあの買ってやっていう時なんかはね、いや俺が濡れてええのと、ボクシン濡れちゃって大丈夫って、風邪ひいてクシュンクシュンして38度出たらどないすると、それダメだよねって、こんなやっぱゴアテックス社の方にしようかと。それ以外にもですね、やっぱ風邪を受けて疲れてあのコンディションが 100% 出されんかって試験受けられんけどどうすると、せっかく学期末のテストね頑張って勉強してんのに通学中に風邪浴びまくって疲れて試験集中できんかったら高得点取れませんよというところでね、あの納得というか説得していただければいいかなというふうに思いまして動画を作らせていただきました。はい、ということなんで、まあ、それぞれの用途でね、例えばユニクロの方もね、まあ、結構ひどいこと言ったんですけども、まあ、1年とか2年でバンバン変えていくっていうスタイルもありやと思うし、まあ、そういうのって女性は普通そういう方多いじゃないですか。で、まあ、男性は比較的少ないかな、こう長く着る方多いんやけども、まあ、最近はね両方ともオーナーできてるんで、まあ、そういう着方の違いはあれど、ちょっとね高いものを買う時にどうやって説得してるかというところでね、まあ、この辺を参考にしていただければいいかなと思ってお話をさせていただきました。はい、ということで本日はですねユニクロと、ゴアテックスの比較になってましたけどね、そういう動画を撮らせていただきました。また別動画でお会いしましょう。ありがとうございました。